はい、皆さんこんにちは、高島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、野口整体および二の目整体に興味ある方のために健康に役立つ情報をお届けしていければと思います。今日はですね、パニック障害の話をしていきたいと思います。ですね、このパニック障害っていうのはパッとね、整体で治んのっていうところが皆さん、世間一般の疑問やと思うんですよ。もうパニック障害ってこう精神的な病気であって、こう身体的な病気ではないと、世間一般の認識ではそうかと思うんですけども、僕たちのね、この勉強してる僕たちね、やってる整体の中ではパニック障害を持ってる人っていうのは、それはそれでね、どういうんだろうな、背骨と骨盤にそういう特徴が現れるんですね。パニック障害を、この症状が発症している人はこういう背骨している、背骨の軟板がこうなってるとか骨盤がこうなってるっていう特徴があります。生体的に見てもね、そういう特徴がやっぱり身体的に背骨と骨盤に現れてるんで、僕ら整体師たちはね、そこを調整することでこの症状が改善するっていうことが非常に多々あります。多々あります。僕の先生の二の目先生の本、ちょっとね、こちらのこの本ありますね。もうこれアマゾンとかでこの下の帯封が写ってないと思うんですけど、がんパニック障害うつ病などの難病に効く調整点はここだと、はっきりもう帯に歌ってるぐらいあります。この整体ではね、パニック障害こうやって治りますよっていうことが書いてあります。でちゃんとね、このページにもこうやってパニック障害についてて見えるかな、ちょっともうページで紹介されてます。パニック障害の場合はこういうところ調整したら良くなりますよっていうことが紹介されてます。これは何でかっていうと、僕たちの生態でね、人の体をちゃんと見ていくとね、パニック障害っていう、病気なんですけども、精神的な病気と思われてるんですけど、実際そういう体の背骨と骨盤にパニック障害とはこういう特徴が現れるっていうことがもう分かってます。なのでそこを調整してあげると症状が良くなるっていうことが、もうこの本に書かれて立証されてるっていうのが僕たちの整体です。でね、それで簡単に治るわけなんですけども、たまにちょっとこう変ないうかね、ちょっと勘違いした人が来るんで、勘違いいうかね、パニック障害で悩んでるんですっていう、ある時ね、パニック障害で悩んでるんですっていう人がうちにやってきたわけなんですね。でこうその人がやってきて初めて顔を合わすと、なんかドヨーンとして、こう悩んでるような雰囲気なんですね。でもうなんとなくね、パニック障害の人何人か、何例か見たことありますけど、なんか違うなってちょっと最初の第一印象で感じたんですね。そして体、ちゃんと背骨骨盤見ていくとね、この人パニックじゃなくて逆にうつちゃうかなっていうね、そういう人がいました。うつ病ね、うつっぽいっていうかね、でそういう人がいてました。そしてでもなんかその人が訴える症状的にはね、頭がなんかイーッとしてくるんですって。なんかそういう症状があるらしいんです。でね、またちゃんとこう体、そういう症状、パニック障害で悩んでるんですってこうドヨーンとした人がやってきてね、で具体的にどんな症状あるんですかって聞いたら、頭がもうイライラとイーってしてくるんですって言うんですよ。でそう、分かりましたっていうことで、その人の体を見てみるとね、どうもね、なんかこのパニック、さっきも言ったパニックに人の特徴である背骨の異常とかがなくって、うつの人の異常があって、あともう一つはね、頭痛がありました。頭痛、頭痛ね、右の後頭骨がドーンと下に下がってて、これすごい頭痛するやろなこの人みたいな、それぐらいもうその人の頭のこの後頭骨ってこの後ろの骨あるんですけど、もう僕が触った時に、うわ何よこの人っていう感じでね、こんなに触ると頭痛いんちゃうかなって、頭がズキズキするんちゃうかなと思うぐらいのね、そういう人でした。なんでちゃんとそこを頭痛の調整とそのうつの調整すると、非常にすっきりして、良かったですみたいな感じに言われてね、これパニックちゃうのみたいなね。なんかお医者さんでは、それと心療内科とも行かれててね、お医者さんではっていうかね、その人が自分でパニックなんですって訴えたんで、多分お医者さんはそれを鵜呑みにして睡眠薬と安定剤を出してたと思うんですよ。そのお薬飲んできてやったんでね。で
でも僕が見る限りこの人パニックというより鬱と頭痛かなって感じで、でそのお医者さんもなんかね、どうなのかよく分かんないですけど、どういう診断されたのかよく分かんないんですけど、まあ、そういう睡眠薬とはパニックと自分はパニックと思ってて、そしてお医者さんに行って睡眠薬安定剤を飲み続けてて、でそれでも全然治らないんで僕のとこに来たっていう、そして僕がよく見るとこれはパニックじゃなくてうつと頭痛だと思って、その調整すると良くなりましたっていう話なんですけどね。なのでパニックってね、まあこれまあ怖い話なんですけど、誤診されてる方が多いと思います。誤診されてる方、誤診っていうかね、お医者さんなんか中にはね、お医者さんによっては例えばパニックなんですって訴えてる患者さんがやってきました、あるお医者さんのところ、そのお医者さんによってはね、まああそうですか、じゃあお薬出しておきましょうみたいな、もう何の診断もせんとね、診断言うとおかしいけど、何のテストとか何の診断もせずにもうその人が訴えてるのそのまま聞いて、じゃあお薬出しておきましょうみたいな、そういうパターンがあるらしいですね。で、安定剤とか睡眠薬っていうのはこう依存性のが高いって言われてる薬なんで、やっぱ一回飲み始めるともう飲み続けないと逆に不安なんですよね。不安になってくる。もう全くパニックの人に安定剤与えたら、より安定剤がの効果が終わると不安感が襲ってくるから、非常になんていうの、僕逆効果ちゃうかなと思うんですけど、まあとりあえずパニックの人に安定剤を処方すると、とりあえず薬が効いてる間は、まあ、落ち着くんですよね。でそれが切れると不安感が襲ってくるから、それでおかしくなるみたいな、おかしくなるとか、もう何ていうの、薬を飲み続けなくちゃいけないっていうね、お医者さんから見るといいリピーターになってくれるわけなんですよね。なんでなんかね、僕はなんかそれ話聞いたとちょっとおかしいんちゃうかなって思いましたね。なんかそれっていうか、まず薬飲むことがまず間違ってますよね。その薬飲みを、薬の効果が終わったらまた不安感が襲ってくるわけですから、パニックの治療にはなってない。とりあえず、まあ、だから薬でとりあえずその不安感を抑えるっていうね、いうだけであって、治療にはなってないですよね、確かにね。ということで、まあ、ちょっと話長くなりましたけども、パニック障害っていうのは、生体で、この本によると、この本によるとっておかしいけど、もう一撃で治ります。一撃で治ります。あとですね、僕と、もう何年か 2、3年ぐらい前に僕と対談した、博士先生っていう方がいらして、高瀬先生も整体でパニック治す、この整体でね、薬を使わずパニックを治す超ベテランの先生がね、この僕の近所重曹におられるんで、またその先生とかもネット検索で出てくると思うんでね、一回行ってみてくださいということで、今回はパニック障害の話でした。あんまり薬、やっぱ薬飲んだらダメですね。薬飲んだらやっぱ一時的に症状は治まるかもしれないけど、根本的には解決にはならないです。ということで、今回もパニック症状で薬は飲むなということで終わりたいと思います。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。